ああ、くそー。どうも、すっころことすっころべいです。いや、難しいね。AC 主義者。もう25ループ目ですよ。よし、エンジニアが2人。もうこれはダメなんじゃない？ラキオだ、ラキオを疑え。お、ラキオが疑われてるよ。ラキオかな。そっか、でも投票先でもね、俺が市民かどうかっていうのが見られちゃうんだな。あ、しまった、間違えた。コメットさんが報告を。次元波の測定結果です。ログを見る限り、ユリコさんはグノーシアではありません。前座、ご苦労だった。さて諸君、コメットはグノーシアではありえない。ただし、機械にわかるのはそこまでだ。ねえ、ククルシ、お前の望みは何ですか？この船に乗る人間たちの破滅。ククルシか、こっち向いてよく顔を見せな。あ、お前やっぱ怪しいわ。くくるしか、くくるしかね。確かに不審かな。お、そうだぜ、ククルシカを疑ってる場合じゃないだろう。え？ん、ジナか。ジナではないんじゃない？だから、どうなんだろう。刹那にもラキオにも行かなかったやつはいないのか。まあ一応二人いるけどね。どうなんだろう。逆に刹那に行ったやつが味方なのかな。まあ4票だからな、一人多いけどね。そういう意味では、ユリコ、俺がお前を守ってやる。お前はただ俺を信じてやいいんだよ。オッケー？手を結べと。 お前ごときが。どうした、刹那、一人で抱え込んでいてはつらいだろう。説、やばすぎたからね。昨日の夜なんてと、これは秘密。とても乙女の口からは言えないぜ。説かな。もう圧倒的に説だな。ここまでかな。退場するね。また会いましょう。さほど役に立たないのね。もう、ゆり子様の読み方がだんだんわかんなくなってきた。お、SQ。すっころさん、すっころさん、ちょっと SQ ちゃんの悩み聞いてくれる？実はですね、重道が嘘ついてること気づいちゃったんだよね。
でもでも、下手に茂道攻めたら逆に S 級ちゃんが疑われちゃってピンチって何その予感がするわけで。ねねすっころ、一緒に何とかして茂道コールドスリープさせちゃおうぜ。どっちだろう。シピさんが、次元波の測定結果です。ロゴを見る限り茂道さんはグノーシアではありません。前座ご苦労だったな。さて諸君、乙女はグノーシアではありえない。ただし機械に分かるのはそこまでだ。どうしたジナ、一人で抱え込んでいては辛いだろう。ジナ様に関心を向けるのは良いアイディアだと思います。そう、私が疑われてるんだ。どうしてジョナスさんはそんなにジナさんを疑ってるんですか。なんだかおかしいです。おかしいのか。あ、なんかメニューとか選べたんだ。え、おかしいのか。レムナンが新目高いかな。ということで、ジョナスを応援してみるか。そっち目線でちょっと、もうちょっと様子見てみよう。そうね、しげみちとか怪しくない？同調してみよう。俺、怪しいのか。ショックだぜ。僕は、しげみちさんは大丈夫だと思ってます。多分、ですけど。なるほど。あ、そうだね。なるほど。これは怖いな。あれ？これ、俺また逆言ってる、もしかして。レムナンがずっとジョナスに言ってる。お？フルシカ。すっころ、あのね、と何か気がかりがある様子のククルシカ。ジナは嘘をついているよ。ククルシカはそう教えてくれた。だからすっころ、力を貸して一緒にジナをコールドスリープさせようとククルシカが頼ってきている。うん、いいよ。お、誰守ったんだろう。なるほど。そうね、ジナは嘘をついてるんだ。あれ？ジョナスに行くの？ジョナスには行かないよ、俺。だからもう、このままジナ疑うわ。おー、マジか。お、ジナ行った、ジナ行った。よかったな、ククルシカ。ああ、もう、お前が敵だろうと味方だろうと、どうでもいいわ。もう、俺はククルシカ一筋だよ。ククルシカ、お前を勝たせてやる。乙女はもう使い物になりません。
行中に支障が出ぬよう作業体制を再編しなさい。人間にもグノーシアにも必要なことでしょ。まあ、報告を。ここにはもういらっしゃいませんが、ロゴを見る限り乙女さんがグノーシアではありません。ああ。え、そうなの？まあ、怪しいよね、もうジョナスが。俺も大丈夫だと思うな。ジョナスだろう。あ、しまった。間違えた。まあ、いっか。いけ。俺はククルシカを勝たせてやりたいんだ。まだか。まだ終わらないのか。ククルシカは何か言いたげにこちらを見つめている。いいよ。もうここもキャプトロ。おほキャプトロ。ああ、これで幕引きですか。たわいないものですね。これでこの宇宙は崩壊しますが、気に病むことはない。所詮たわいないことですから。嘘やん。嘘やん。あとちょっとだったやん。あとちょっとで俺とククルシカの。嘘だろ。俺たちは、神には勝てないのか。神に、なぜ俺たちは、神に戦いを挑んでしまったんだ。くそー。あともう少しで。あともう少しで、ククルシカと。というわけで、また次回。